試合がジェシーロブス VS リュウキ、バチェスタ VS ムーブ、モリミ VS クラッシュと続きます。はい、ベルマーク上げです。タンプレスか、タンプレート、誕生日おめでとう。滑ってるやないかい。エンナいる、エンナ、あいなと。で、ビート聞きましょう。じゃあビート聞かせてください。最初グー、違うね、相手が違う、ね。最高でしょ。ここで行きます。先行がベル、ここがエンラ。DJ チャカ、レディーファイ。ナイス DJ、チャカ君行かせるぜ。やっぱ俺 MRJ 好きだわ。凱旋 MRJ、アドバンスに戦国。俺が狂ったのは奴らのせいだ。やっぱ間違いなしにな。俺はバトルってやつが好きだから、引退とか絶対言わねえから。俺がずっとここにいる、クラッチングスタートかける感覚で。引退しないでくれ。俺はあんたのこと大好きだから、いつも動画でも全部チェックしてるし、コメント確認してるし、コメントでヘイトされても俺だけは絶対信じ続けて、あんたのこと絶対大好きだからって言うんだよ。あんたとミッシーの戦いに勇気をもらった。俺たちは今日それを振り返る。あの試合より感動する試合、涙が流れるぐらいの試合を今日はしようぜ、レル君。いや、俺はもう涙流せんのは好きじゃない。やっぱ上がってる感じが好きだ。ミステリオ君の涙は絶対忘れんな。あの人マジでかっけえからチェックしてやりな。ラッパーだったら言葉を大にして吐こうぜ。さっきも言ったけど、かけるクラッチングスタート、ダメんなこっちの神奈川のパンチョ。一つ一つ、ミステリオ君もかっこよかったけど、ベル君それ以上にかっこよかったぜ。あれで普通負けたら悔しいけど、あれで慰められた、あんた本当の男だよ。俺はあんたのこと大好きだ。本当にこれリスペクト送りたい。本当に会えてよかった。いつかでっかい舞台、またこうやって会話しようぜ、メル君。クリアねー。嬉しい。あ、メルファイトもらうよ。はい、いいバトルでした。じゃあ聞きます。先行ベル、後攻エンラ、勝者ベルです。エンラにも受けなくてお願いします。